はい、皆さんこんにちは。フラワーティスシンです。つとむちゃんです。僕たちは今オフ会が、フラワー TV のオフ会が終わって、まあ、その足でね、今この撮影に入ってます。雨が強かったです。すごい雨降ってるんですよ今。びちょびちょなんです僕たち。で、今日はここに今ね、ここにいる植物なんですけど、この植物についてちょっとつとむちゃんに聞きたいことがあるんです。またですか？そうなんです。これレモンバートルとかっていうやつなんだけど、これなんでレモンバートルって呼ばれる？ちょっと裏切ろうかな。よいしょ。まあ、こんなやつです。なんでこんなレモンバートルって呼ばれてるんですか？これはこれね、葉っぱをね、こうやってこするとすごいレモンの香りをするんですよ。マジ？あ、ほんとだ、すっげえなこれ。そう、シトラールって成分があるんですけど、うん、シトラールって成分が世界一入ってるっていう植物で、うん、レモンの20倍シトラールっていうのが入ってます。ちょっと下もう一回下を見ましょうか。シトラール、うん、シトラールって種類が入ってるんだ。そう、シトラールで、こんなにすげえの？すごいんですよ。で、これまだ生の状態だとこう擦ってこう匂いが合うとレモンなんですけど、うん、これ乾燥させて、まあ、ドライというかポップリみたいな感じにすると、うん、もっとそのシトラールの成分が強くて、マジでこの辺枯れてる葉っぱいっぱいあるぞっていう話なんです。すげえマジで、うん、ちょっと汚いでしょ。なんか変な匂い違う匂いがするそうなんだね。こう気分が高まってる時とかにこういう匂いを嗅ぐと気持ちが安らぐとか、うん、マジで、うん、怒ってる人のそばにこれ置いた方が、マジで、うん、マルコのやつですか？そこまでゆうたくん出てたしね。そうですね。じゃあスペシャルゲストのゆうたくんです。マルコのとかにこれ玄関に置いておこうかそしたらもうすごくこう次会った時穏やかになってるかもしれないね。そうだな。じゃあこいつにかかってるんだな。ですね。ゆうたくんの運命は、うん、なるほど。じゃあゆうたくんのためにこのレモンバートルをマルコのところに置いておきましょうか、うん、ね。そうですね。花丸のところに置いておきましょうか。花丸のところにね。ちょっとこのままレアすぎねえかうちわすぎるわ。じゃあちょっと待って、このレモンマートルの育て方ってどういう風に育ったんですか？レモンマートルの育て方ですか、うん、基本的には日本では観葉植物の扱いになってるので、うん、まあ、室内で育ててもらうようにはなるんですけど、うん、で花もこれつくんですよ。クリーム色のちょっと小さい花なんですけど、で花あっちの花か、このなんか、まあ、多分この角度かかるかと見えないんですけど、今花柄の茎がついてて、うん、でこれで大体5月から7月に花をつけてくれるんですね。うん、だから観葉植物なんだけど、扱いなんだけど花も楽しめるっていう。なるほど。それで気分が落ち着いて、そう、もう言うことなしですね。言うことなしですよ。なるほど、はい、いやマジでこれねすごいよ。確かにこう擦るじゃないですか、こうやって。そうするとほんとすっごいレモンの匂いする、うん、半端ないのこのレモンね。一見ね、全然普通なんですよね。そうだよね、これ全然普通、うん、だってこれうちに実はずっと置いてあったんですけど、全然その存在気づかなくて今ちょっとピックアップしたんだけど、なんかすごいこれ大事な植物になりつつありますね、これね。そうですね、ほんとすごい匂いする。そうなんだ、うん、面白い。そうです。なるほど。じゃあ今日はこのレモンマートルの特徴と育て方と、あとゆうたくんの救済。そうですね。そうだね、わかりました。じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はレモンマートルの紹介でした。また皆さん次回もお会いしましょう。
See you next time.